皆さんこんにちは、ゆっくりです。今回からこちらのバイオショックというゲームの実況をしていきたいと思います。それじゃあ早速、ゆっくり見ていってね。まず画面の明るさの設定ですが、暗すぎる、明るすぎるなどありましたらお知らせください。改善に努めたいと思います。難易度は初見なので無難にノーマルモードで進めていきます。お前には可能性がある。そのために生まれてきたのさ。私が親父とおふくろに言われた言葉だ。まさにそれがその通りだったのさ。苦しい。なんで水の中なんだ？さっきまで飛行機に乗ってたのに。クリスマスイブに一人で飛行機に乗って、周りのカップル妬んでただけなのに。しかしほんとそろそろ息がやばくなってきた。早く空気をくれ。周りが火の海じゃないかどうしてこうなったし。ああなるほど、飛行機に乗ってたリア充が爆発したのか、通りで私が無事なわけだ、ははははは。しかし周りを火で囲まれてるとはいえ寒いな、どこか温まれる場所はないかな。なんか黒くて長い建物があるな、あっち行ってみようかな。しかしこれからどうするかな？あそこに話が通じる人がいれば、電話でも借りて助けを呼べるかな？今日にしろ早くお家帰りたい、こたつ入りたい、年明けはニコ生のカウントダウンでも見ながら過ごしたい。ふぅ、やっと陸に上がれた。しかし海水だと乾いた後服から塩ができてきそうだな。私は海岸清掃でリアルに長靴から塩的なものが析出してびっくりしたことがあったよ。幼い時だったからなんか白いの出たって、実際に言ったわけじゃないけどエロチックだね。うん。こんにちは、変なおっさん。ノーボットス、オア、キングス、オンリー、マン。なんのこっちゃ。ここから降りるのは無理だな。とりあえず道なりに進むか。そんなノリかな。どうやら水中に行くらしいな。変な像があるな。先に何があるんだろう。なんだ、なんか降りてきた、シャッター？私の名はアンドリュー・ライアン。君たちに一つ質問をしよう。人には自ら汗を流し、そこから得るものを受け取る資格があると思うかということだ。ワシントンではそれは貧しい者にあるといい、バチカンでは神のものだという。モスクワでは全ての人間にあると余裕だ。私はその全ての答えを受け入れはしなかった。私の選択する答えはそのような答えではない。誰もが思いもよらぬだろう答え、それこそがラプチュー。おお、これは海底都市ってやつか。なんかすごいとこ来たな。お土産とか売ってたら買っていきたいな。海底火山があってそこの温泉の温泉まんじゅうとか深層水使ったなんかとか。ラプチャーは君が下に汗を流し、どう
さっきの人まだなんか言ってるけどできれば黙ってくれないかな。私は観光気分でここにいるんだ。前方に見えるのはクジラかな？さっきイカいたけど追いかけてきたのかな？あれを見ろ。灯台が異常に明るいが、飛行機が墜落したようだ。でもここは大西洋のど真ん中だぜ。そんなバカな。さあな、しかし早く行け。スプライサーの気配がするぞ。冗談だろ？なんで誰か来るってわかるんだ？潜水艇が向かっているからだ。つまり誰か来たってことだ。無線みたいのが聞こえたな。しかしスプライサーってなんだろう。前に誰かいるけど、なんか揉めてるな。巻き込まれたくない。頼む、見逃してくれ。銃を嫌からさ。え？あれ？電話借りに来ただけでできれば温泉まんじゅうでも見てこうと思っただけなのに、前で誰か殺された。新入りかい？あれ、やばい香りがプンプンする。何この音、なんか無理やりこじ開けてるような音がするな。やめてくれよ、こんな狭いとこであんな危なげなやつと一緒とか。ヤンデレに強い興味すらないのに、どう見たって出れ要素ないじゃん。バッドエンドしか待ってないだろ。狭いとこに閉じ込められるならツンデレかエロデレ、幼馴染あたりがいいです。さっきの人が助けてくれるのか。だが男ですか。無線相手ならメルギアのメイリンがいいです。ヘルプミーメイリン。君がどうやって飛行機事故を生き延びたか知らないが、神に疑問を持つようなことはしない主義でね。私はアトラ。君には生き延びてもらうつもりだ。さあ、その君をもっと高いところへ連れて行く。大きく息を吸って、潜水球から出るんだ。大丈夫、君を放っておいたりはしない。出てもいいんだよな。さっきまでいたやんでそうなやつどこ行った。さては私から溢れるオーラに恐れを増して逃げ出したか。わないといけないな。ビクチャンバー？何これ。しかし無線の相手のアトラスってやつ、誰だよ。ラプチャーは死んだ。我々はあんたの所有物じゃない。終わらせよう、我々を高見へ。シーツに包んであげるわ。何今の、シーツ？私をベッドの上で動きを封じてどうする気だ。私は縛る方が好み。ゲフンゲフン、失言でした。なんかロボット出てきた。しかもマシンガン装備か。誰かを探してきてくれないか。今今チスプライサーがジョニーを閉じ込めたんだ。畜生スプライサーのやつらめ。バールのようなもの改め、早速レンチを見つけました。最初の武器ですね。妹属性が感じられます。なるほど、適当にいろいろ殴ってみたらうまく道を見つけてしまいました。じゃあ進んでいこうかね。燃えてるソファーが降ってきた。普通じゃねえな、ここ。なんだこいつ、いきなり殴ってきやがった。こいつがスプライサーか。要は敵キャラだな。アインシュタインよりも賢く、ヘラクレスよりも強く、指をパチッと鳴らす。ゴミ箱にあったパン普通に食べちゃった。どうしよう、場所が場所だから不安だ。プラカードとか落ちてるけど、デモとかあったのかな。住民の反落って感じの。
自販機があるな。あったかいコーヒーでも買っていこうかな。一種類しかないのか。しかもこれ注射器じゃない？よー、ノリで打ってみたけど、なんだこの感じ。頭痛い、気持ち悪い、目が回る、なんかやばい。落ち着くんだ。君の遺伝子データが書き換えられているんだ。じっとしていれば大丈夫だ。遺伝子書き換えで落ち着けだ。ざけんな、てめえはメガトンに住んでるマッドな女戦士か。どうちゅう。体痛い。こいつ初めていいことやってぶっ飛んでんじゃねえか。まだアダムがあったりしてな。今の聞いたか、ゼラカローで。臆病野郎め、この根性なしが。こいつはビッグダディがいなきゃクズ同然さ。臆病もんめ、相変わらずだな。おい、お強いダディと一緒にいたって何も変わらねえぜ。とっととあの世へ行きな。天使がどうこう言ってたな。何のことだ。ハンドソニックでも使えるようになるのかな。そもそもあの小さいのとでっかいのなんだ。大丈夫か。初めてのプラスミドは効くだろう。だけど稲妻を操る気分ってのはなかなか味わえないはずさ。稲妻か。なんかいつの間にか変な力が身についたな。目指せ超能力者レベル5。やっぱりか、あのスイッチのエフェクト的にこれだと思った。実は録画の前に操作練習でやったのは秘密だが。これもしかして私の乗っていた飛行機かな。今さら突っ込んできたのか。ふぅ、また濡れちゃった。ほんと新しい着替えが欲しいな。しかし今回はそろそろ終わりかな。次の扉で今回は終了とするかね。じゃあ次回は少年の扉くぐるとこから。今回はご視聴いただきありがとうございました。よかったら次も見てください。また動画のどうもゆっくりです。それでは早速前回の続きからやっていきます。前に扉があったけど、とりあえずアイテム探しでも。お、死体か、なんか持ってるかな？今拾った青いやつはイブ、つまり電撃とかの MP 回復用です。プライサーがいるぞ。電撃で動きを止めてから殴りつけてやれ。続けざまに攻撃するんだ、忘れるな。電撃でか、痺れてる間にフルボッコにしてやんよ。ふ、正面からか、そんな攻撃では私は倒せんぞ。私を倒したいならせめて3人以上で奇襲することだな。さもなくば銃を使え。この時の私は知る由もなかった。自分の放った言葉が現実になることなど。ちなみにさっきから何度か拾っていたファーストエイドは体力回復アイテムです。ファーストエイドがレーションでイブがエーテルです。そしてお酒は体力は体力が回復する代わりにイブが減少します。飲みすぎると視界も歪むらしいです。じゃあ進んでいこうかの。いきなりいるのかよ。なんでそんなにドアに張り付いてたんだ。ふう、改めて進んでいこうか。二度とやらないってお願いだ。勘弁してくれ。みんな台無しになっちゃう。なんなんだ今の小物臭がプンプンする声と爆発は。自分を抑えることぐらいできる。もっと立ち止まる。炎の精がお出迎えでした。バイオ4でもこんなのいたな。主人公が来なければずっとあの中にいたのか。ここはエレベーターホールだな。他の階層に移動するのか。
上へ参ります。聞いてくれ、私には家族がいるんだ。家族をここから連れ出したいと考えている。しかしストライサーに引き離されてしまったんだ。もし君がネプチューンバウンティーにいる私の家族のところにたどり着けたら、もちろん君に起こった不幸な出来事は分かってる。でも妻や子供たちに会いたいんだ。そのためには君が最後の望みなんだ。ネプチューンバウンティーに行って家族を探してほしい。なるほど、それでその家族は無事なのか。そもそもネプチューンなんとかってどこだよ。人影があるな、こっそり近づこう。まさか乳母車を通り抜けそれを盾にするとはな。プラスミドが全てを変えた。私たちの体や心まで破壊したんだ。私たちはそれに耐えられなかった。親友同士で殺し合ったり、赤ん坊がゆりかごの上で締め殺されたりした。町全体が地獄と化したんだ。はい、ピストルを手に入れました。本格的な武器を手に入れましたが、弾がまだ装填されてる分しかないので節約していきます。この前終業式があったんですが、その最中に丸二つの武器とこの後手に入るマシンガンに属性をつけてみていました。時間があるので暇つぶしに軽くお話しします。まず今拾ったピストルを、命中精度が高いそうなのでそこから人当たりがいいと解釈しました。そして威力が中程度なので見た目は飛び抜けて高いわけじゃない。最後に相談数の少なさから抜けているところがある。そして2個目に手に入れた。以上を踏まえて昔からの幼馴染みで誰にでも分け隔てなく接して友達や慕ってくれる後輩が多い。そして困っている人などを放っておけずボランティアサークルの会長なども務めている。しかしその優しさゆえおせっかいが過ぎて空回りしてしまうこともある。そして学校行きとまではいかずとも、整った顔立ちで年齢を問わず好意を寄せている人も多い。こんなとこかな。さっきからスプライサーの声が聞こえるけど、近くにいるのかな。警戒はしておこう。お金とレーションゲット。お金は弾やアイテム購入に使えます。トイレが作り込まれたゲームはいいゲームらしいですね。これはどうかな。何今の？敵だと思ったら違ったみたいだ。ここは少しアイテムあるみたいだな。でもできればもうちょっと綺麗なとこがいいな。死体は二度調べれないのかな？トイレ操作しちゃう？これが最後だぞ！なんか出てきた？こいつ足が痙攣してたな。じゃあ飛び出した敵もいたし、警戒を続けて進むか。お、穴が開いてる。ここが順路か。行ってみよう。穏便に。ちょっとその武器をしまってくれないか。恐縮だね。武器しまえって、なんか不安になるな。ここ渡るのか。もっとマシな道があっただろう。子供だと思ってるな。騙されるなよ。今のあの子はリトルシスターだ。誰かがただの少女を怪物に変えてしまったんだ。地上での善悪は捨てろ。ラプチャーでは意味がないものだ。そのリトルシスターなんだが、アダムを持っている。アダムとはラプチャーの歯車を回すために不可欠な代物なんだ。誰もがそれを欲しがっている。アダムはみんなにとって必要だからな。なるほど、幼女の皮をかぶった化け物と記憶しよう。ここ進んだらあいつと鉢合わせないか。なんだろう、サイレンを思い出すな。もしくはサイレントヒル。
誰か来たな。犯罪集がする、都知事が嫌いそうな感じの。でもあの人確かエロ小説書いてたよね。何が良くて何がいかんのやら。え、なんか来た、ロボットだ。この前見たやつだな。目が赤いからきっと怒ってるね。父親的ポジションか。私はてっきりただのロリコンだとばかり。こいつからも剥ぎ取れるのか、ありがたい。鍵もろくないか。電池で一発とかあんまり意味ない気がする。弾とお金持ってたか。ここはステージがあるけど、ちょっとしたパーティー会場かな。今じゃ血祭りしかやってないな。じゃあ順路を進んでいこう。こいつまさっきにやつにやられたのかな。しかしあのロボット絶対強いな。ネメシス的ポジションで出てきそう。スプライサーか。ダメージな経緯ができれば片付けといてくれよ。こいつ銃を使うのか。弾いくつか拾ったから試し撃ちでやってみたけど、ピストルにしといてよかった。しかし相手もちゃんと銃を使うとは、接近武器だけだと思ってたのにな。まだいるか。痛い。結構外しちゃった。接近武器相手にはレンチの方がいいかも。じゃあ改めて進もう。またスプライサーか。結構いるなここ。水の中にいるスプライサーはエレクトロボルトで攻めるんだ。なるほど、やってみよう。おお、すごい。あ、ダメージ食らった。これ殴らなくても死ぬのか。また殴らなきゃならんのかと思ってた。てかこれが D だな。機能停止してるのか。さて、水辺での戦い方もわかったし、先に行こう。敵は見当たらないな。マーカー見るとまっすぐみたいだな。セキュリティ警報発令。な、なんだ、どうした。敵兵に見つかって増援でも呼ばれたか。なら段ボールでもかぶって隠れなきゃ。こんにちは、ねね。ヘッドショットはやっぱりダメージでかいな。しかしこのゲーム敵は基本無限と聞いたので、できるだけ先に進みたい。壁を背にしてどっち行くか模索するか。敵が撃ってきたか。しかも1体じゃないのに3体はいる。銃持ったやつの方が体力あるのかな。私のイメージじゃ遠距離武器扱う方が体力低いイメージあるが、そうでもないのかな。
敵の増援が来たか。やばいな。回復アイテムはここもあるけどやっていけるかな。ここを切り抜けても弾もアイテムもないんじゃ普通からな。各種2個くらいは残したいな。敵の攻撃が思ったより強いな。複数相手はきつい。あ、死ぬ。ここから復活なの？てかちょっと前に戻るんじゃなくて敵がいるまま復活かよ。ならレンチでゴリ押しでもいけそうだな。突撃じゃどうし打ちとは、なんとも言えんな。しかし行き先が分かったようなのでマーカーに従って逃げます。ここは、何の部屋？やられた。閉じ込められた。ここから出口を制御できるか、やってみよう。早くしてください。さっきの奴ら来たら嫌なんで。あ、なんか始まった。さて教えてくれたまえ、君を送り込んだクソがどこのどなたかを。 KGB の女たらしか、それとも CIA のゲス野郎の方から。ただの饅頭です。大木戸博士、沈没船ではない。それからこのアンドリュー・ライアンは権力に使われるようなそこの浅いご機嫌取りではないのだよ。ではご機嫌よ。それともダッザ・ディーニャという方が良かったかな。ポケモン潜入がいいです。ニャースデイックお願いします。マジできた。扉さっさと開けろ。ふう、なんとかなった。今回はここまでにしようか。皆さんこんにちは、ゆっくりです。今回は敵が追ってきてそれを振り切ったとこからです。これで君も残酷なラプチャーの王アンドリュー・ライアンとご対面したってわけだな。さあ、非常通路への道を探そう。非常通路か、とりあえずマップでも見てみるか。ここがロビーで、他はわからん。でも近くになんかあるな。これか、変なピエロがイメージキャラだね。ショップか、玉とかも売ってるけどお金がまだ少ないから買わないでおこう。さて、まず周りのアイテム探しをしようかな。いやよ、アトラスの手下がうろうろしてるって話聞いてないの？ちょっと待ってくれね、アリー。今アトラスたちから逃げるってことは奴らに屈したことになるんだぜ。お金が落ちてる。あとエグもあるな。でも乱戦とかになると特殊能力まで頭が回らなくなるんだよね。もっと慣れてかないと。アイテムはこんなもんかな。なんか音がする。なんだこの前助けてくれたロボットが挟まってる。助けれるかな。ハッキングしてみるか。どんな感じかな。なるほど、うまくパイプをつなげればいいのか。鬼武者3の仕掛け宝箱みたいな感じかな。結構ゴールが近いからまずいくつかパネル開けてはめ込んでいこう。工程は2倍速でお送りします。よし、できた。セキュリティボットが仲間になったようです。ありがたい。奥から笑い声が聞こえる。敵がいるな。こいつがどのくらい働いてくれるか楽しみだ。これは今のやつの模型かな。ここじゃ割とメジャーなロボットなのか。マシンガン装備してるロボットが普通とは恐ろしい。ちょっとアイテムが置いてある。呼吸しておこう。今ドラムマガジンみたいなやつ拾ったぞ。マシンガンデモがそろそろ手に入るのかな。早く欲しいな。なんか声がしたけどロボットは働いてくれてたのかな。だとしたら見れなくて残念だ。
こっちに気づいてないみたいだな。隙を見て奇襲しよう。これは実に興味深い。しっかり加勢してくれた。なかなか便利なやつだ。しかし早く銃をメインにしていきたいな。敵が接近武器にしろ遠距離武器にしろ銃であれば楽に戦闘を進められるからね。弾をもっと手に入れるかお金をいっぱい手に入れれればやっていけるね。基本的に銃を使う敵が増えれば自然と弾も増えるでしょう。お前誰だ。私はセキュリティボットです。名はまだないです。いや、それはいいんだが、どっかで聞いたことある声だったんで、びっくりしたんだ。ロボットのはよくある声ですからね。そして警報が鳴り始めましたね。大丈夫ですか。前は大量に敵が出てきたからな。ちょっと心配だ。国は必要だ。ここを運営しているのはヤツだ。ただ、ドクターが鍵を簡単に渡してくれるとはとても思えない。ヤツはそんな人間じゃない。正直ヤツがまだ人間であるのかさえも怪しいくらいだ。人じゃなければ倒せばいいよ。人であっても倒せばいいよ。でも人じゃない方が気が楽だ。とりあえずスタインマンから鍵を奪えば道が開けるらしいな。おお、そしてマシンガンゲット。見た感じトプソンにドラムマガジンつけた感じだな。主力になりそうな武器が手に入った。よくわからないスイッチ入れたけどこれでよかったのかな。やっちまったな。奴らがやってくる。敵が出てきましたね。どこかで壁を背にして迎え撃つのが得策かと。ああ、そのつもりだ。ここで来た敵を迎え撃つ。さっき敵が出てきたところが次に向かう場所かな。ええ、おそらく、すべての敵を倒してから行くんですか。いや、それだと時間がかかりそうだから、一区切りついたら倒しながら進む。じゃあ、私の強引な戦闘シーンをどうぞ。警戒を続けながら進もう。敵一体につき5発くらい弾を使いましたね。残りの弾でヘッドショットを考慮しないとあと9体も倒せませんね。マシンガンは強い敵にも使えそうだから最低30発は残したいな。だがピストルも弾が少ない。レンチじゃ心もとない。困ったもんだ。電撃を適度に組み合わせては。戦闘になるとどうしても忘れが気になるんだ。どうしたらいい。それはまあ慣れるしかないでしょう。やっぱりか。来ましたね。ヘッドショットを狙ってみてはいかがですか。ふっ、決まった。お見事です。私に触るんじゃない。決まりましたけど、なんでもう一発撃ったんですか。いや、外れたと思ったんで。まあ落ち着けばヘッドショットも狙えるようだな。しかし乱戦時にゆっくり狙っていたら蜂の巣だ。狙うところは選ばなくては。相手も銃を使っているようですね。気をつけてください。どう攻めるかな。敵がこっちに来てくれればいいか。どこにいるのかもよくわからん。ここはスラムなんかじゃないわ。下手に出ていけばただの的だし、どう攻めよう。一人倒しましたね。まだいるか。うまく狙えるとこに移動してくれるかな。びっくりした。いきなり飛び出すな。危ないだろう。あいつで最後かな。最後はお前がやったのか。長くなりそうだったので。じゃあ相手の取っ手に買いに行こう。ピストルくらいしかなかった。まあいいじゃないですか。あるだけマシです。ここか。早速進もう。出てやがる。こらこら、仏さん前にしてそんなこと言っちゃいけません。はい、反省してます。スタイマン、私を可愛くするって約束したじゃない。私を見てよ。やめよ。ごめんなさい。なんかごめんなさい。変なもん見ちゃった。幽霊ですかね。幽霊。ここそっちのジャンルも完備してるの。射撃用意しなきゃなんないじゃん。
あいつが施設棟で何か始めたようだ。奴を探し出してくれ。結婚を辿っていけばいい。ここは何の部屋かな。ちょっと探索してみよう。なんか音がする。なんか危ねえのがある。エントリーガンかな。どうにかしないとね。今回もハッキングは倍速でお送りします。が味方になったみたいです。動かないから正直微妙だ。止めるだけでもいいかも。あれ撃たれてる。ハッキングしたのに。なんだ撃ってられたのか。意外と使えるやつだった。まだ撃退いるか。安全を確保してしまったり。ここは結構敵がいるのかな。さてここは時間的に倍速で行きます。倍速だと試したの。連鎖力がやばいな。元からこれだと余裕で死ねる。ハッキングされたのかも気づかなかった。そして私がハッキングした方のタレットが壊れた。セキュリティボットもいつの間にかいなくなった。戦力が随分減ったな。あ、あと言い忘れてましたが、マシンガンのポジションは転向性ポジションです。そういう風にでも考えないと正直このゲーム怖いので、ぶっ手に入れたら考えてます。そうすれば産地が多少回復するので、皆さんも怖いゲームをするときは武器やアイテムなどを擬人化すると気が紛れるのでお試しください。妄想レベルが30を超えればできるようになります。ちなみに妄想レベルは特に妄想とかしない人が10くらいで、適度に妄想する人が20です。30超えで物の擬人化が可能になり、45で立派な紳士、物理的もしくは映像的おかずなしで自家発電が可能になる、といったところです。ちなみに今宇宙の果てにあるなんとかってとこで頑張ってるエンジニアの方は大体85くらいだと打診しています。あの方の妄想レベルはほんと尊敬ものですね。程よく見習いたいです。ここは凍っているようですね。何があったんだろう。クーラーの故障かどっかのバカの暴走か。ここはアイテム部屋か。何があるかな。はい、酒でめまいを起こしながらマシンガンの弾を手に入れました。結構良かったです。これでマシンガンは50発以上の弾があるので少し気が楽になりました。なんか嫌な気配がする。なんか出てきた。何なんだ。爆弾。こいつヤバそうだ。しかも丈夫じゃないか。どうも、冬休みの宿題がなんとかなったゆっくりです。夏の時も最後で苦労したのにまた同じことを繰り返していました。さてそんな報告はさておき、早速実況に移ります。置いてあったコーヒーで体力も万全になりましたし、今日もゆっくり行くよ。セキュリティカメラだな。君の周りで起こっている地獄が聞こえてくる。
ライアンの目は耳となっているのだ。このゲームではカメラが壊せるようなので壊していこうと思います。映ってもすぐに通報されるわけではないので隠れながらやっていきます。ここでチャフでもあれば楽に行けるのにな。カメラが銃で壊せず爆発物かチャフでくぐり抜けていた頃が懐かしい。今思い出したけどたまにあんまり余裕がなかった。でもここはまた通りそうだし念のため壊すよ。あ、見つかっちゃった。とりあえずゴリ押しで壊して逃げよう。どこか隠れれる場所か壁際あたりを探しながら。でも見えてないと思ってたのにどっかはみ出してたかな。まあ下半身の突起物がはみ出さない限り社会的には問題ないだろう。そんなもんはみ出したら周りの目が痛いだろうな。そしてちょっと特殊なピストルの弾を拾いました。いつか使っていこう。一気にかなり無駄弾撃っちゃったな。増援が多いと後で酸素弾が足りなくなるな。だが害虫を送りつけ災害をもたらそうとしている。誰かなんか話してたけどまあどうでもいい。それよりこれなんだ。インペルの新しい能力みたいですね。電気に続いて炎か。見た目は良さそうだな。それより手から火を出すのが対象年齢12歳以上で普通にあるのか。18禁とかだとどうなるんだよ。敵を燃やしてやりましょう。炎を広がるので不用心を。獣がいる。害虫を捕まえた者にはアダムを贈呈しよう。なんかいっぱい来ましたね。とりあえず警報が切れるまでここに籠城してようか。でも見つかってるわけだし警報タイム終了したからもう上がり回すって適当なバイト感覚で攻めてきてはないだろうし。イブがもう8個も溜まったね。でも実戦だとどうしても存在を忘れがちになるんだよね。でも今回で初回収録分は終了するので次からはいく分マシになるかもしれません。やっぱりアラートが解除されても敵は帰らないのか。しばらくここの部屋にこもってみたけどそこはちょっとカット。そして編集中に気づいたけど今床にある液体ってもしかしてガソリンとかそんなやつだったんじゃないかな。手に入れたインペルノは有効的に使えそうだし、やっぱり機械的にマシンガンはやりやすいな。でもあと28発節約せねば。そしてチャンスがあれば少し買っておきたいな。痛くしないってドンキ持っては知ってくるやつが言うことじゃないよ。それとも一瞬で終わらせるつもりだったのかな。セキュリティ、スプライト、ビッグダディ、そしてリトルシスターのライアンは科学的な何かを空気中に散布しているんだ。奴らはそれをフェロモンと呼んでいて、奴の思いのまま全てを操っている。今の無線的に見つかると増援が来て、しかもビッグダディすら操れると、バイオ4のエルヒガンってくらい制御できなければよかったが、意外と高性能だな。やっぱりこれ色的にも燃えそうだな。なんか損した気分だ。さてここにはもう特に何もないようなので、少しカット入れます。前に見つけた自販機のところにやってきました。ここで少し補充していきます。なんて言ってんだ？この自販機日本語喋りやがれ。今120円あるので60円のマシンガンの弾買っていきます。レーションも2個くらい買っていくかな。これで少しは安定したかな。そろそろ次へ行こうか。矢印的にこっちの方向みたいだな。ここからウプ主はセーブがどこまで反映されるかわからなかったので3回ほどセーブしましたので、微妙なカットが入ります。なんかテレビが入ってますね。白黒ですか。海底都市が作れてもテレビが白黒ってこれいかに。低いうなり声が聞こえたけど、クジラかなんかかな？こんなとこだと不気味だな。まどろっこしい規制がないからだ。誰かいるようだな。警戒しながら行こう。どこかにあるのか。日本の腕、日本の足、二つの二
2つの胸、大事なことなので2回言いました。セイブが図らずともこんな結果を生むとは。いきなり爆発したし、なんなんだよ。にたどり着く方法を見つけなさなければいけない。さあ元気を出せ。スプライサーがお祭り騒ぎみたいに爆弾をぶっ放しているのが聞こえるな。ここでの火薬の入手は簡単ではないんだが、もしテレキネシスプラスミドを手にしたら、このプラスミドは発火物などをキャッチして投げ返すことができる。ヤツにお返しするか他に投げつけるかは好きにしろ。つまりここを抜けるにはテレキネスプラスミド、いわゆる念動力が必要みたいですね。さて今回のパートは録画データの関係上かなり短いものになってしまいましたが、今回はここまでで終了したいと思います。次回からは毎週週末更新に戻ると思います。それでは皆様、次回も見ていただけると光栄です。それじゃあ次回までゆっくり待っててね。どうも皆さんこんにちは、ゆっくりです。今回はテレキネスというプラスミドを探しに行きます。それじゃ今回もゆっくりしていってね。前回言った通り、できるだけ戦闘にプラスミドを活用したいです。敵が少ないとこでは使っていけるかな。あとしゃがみすぎってコメントもありました。できれば敵に見つからないためと、半分クセみたいなものでしゃがんでいました。しかしそれでゲームの進行速度に支障をきたすようなら、できるだけしゃがまずに行きたいです。ご指摘どうもです。その他ゲームスタイルや助言がありましたらコメントにお願いいたします。そう言ってる間に一人倒しました。もう一人もやっておくかな。こんなもんか。あそこにいるやつから剥ぎ取ったら進んでいこうかな。あそこにあるのは氷か、インコンので溶かせそうだな。溶かせた。このゲーム前の電撃で悪ドアといい、見た目で溶ける謎が多いな。ありがたい限りだな。レジは空っぽか、お金入ってると期待したのに。うわ、なんか出てきた。信号に悪い登場しやがって。横のクマちゃんが妙に存在感あるな。お金と玉とウイスキーがあるな。お酒はやっぱり飲むタイミング選ばないとね。戦闘中こんな風になったら致命的だ。あそこにあるのはガラスとかハッキングしておくかな。まず向こうの角まで走っていこう。ビリッと。じゃあ2倍速でハッキングしていくかな。そういえばこの前科学の先生が、アセチレンを可愛いと思えるようになったら病気だって言ってました。だろうね。化学物質とはなかなか手強そうだが、時間つぶしにはちょうど良さそうなので、今度暇な時食稼ぎに使っていこうかな。今改めて見ると結構無駄な動きもあったな。このくらいの難易度だと問題ないが、難しいやつだと大変そうだ。こっちも行けそうだが反対側を見ておこう。気づいてない敵が一人か、さっくりやってしまおう。なんか泣いてたみたいだな。どうしたんだろう。オルゴール？戦地に行ったお父さんの残したオルゴール。誕生日には間に合わないが必ず帰ってくる。それがお父さんの最後の言葉だった。誕生日には早いがとくれたオルゴールを聞きながらお父さんの帰りを待っていたが、お父さんが約束を果たすことはできなかった。とかの話があったら罪悪感が半端ないな。そしてなんか鍵があったね。番号がわからないと開かないな。さすがに1から9999までやるのは嫌だ。死体がある。ここじゃ珍しくないが、なんか手術用のベッドみたいのに乗ってるね。なんかの被験者かな。ここの境目になんか赤いのがある気がする。
昔やったルパン三世のゲームでもこんなのあった気がするな。赤外線のトラップっぽいので迂回します。人影が見える。誰かいるな。なんだ、停電だと。こんな状態で奇襲帰ると厄介だ。どうしよう。あれ？どっか行っちゃった。アイテム取ると飛び出すってことか。そんな見え見えな手では私は倒せんぞ。なんだこれ？ハッキング用の追加能力みたいですね。ハッキングが楽になるのかな？まあ役立ちそうだね。あれれ？出てこない。ああなるほど、背を向けてから奇襲するタイプか。そうはさせない。ん？もしかしてどっか行っただけなのか？警戒して損した気分だ。そこに帰るのかよ。びっくりしたじゃねえか。ここと繋がってたとはな。2発くらい無駄にしたかな。開けてないから確認してみたけど空でした。じゃあ他にもインフェルノで溶かせそうなとこがあったはずだから、そっちに行ってみようかな。場所は確か下の階にあったはずだけど、合ってたかな？インフェルノ、思ったよりダメージ少ないのかな？魔力あんまり消費しないから使ったけどどうしよう。お、ここだここだ。さっそく溶かそうかな。でもあの炎の量であれだけの氷とかせそうにない気がするんだが。敵がいるから撃っておこう。マシンガンの弾丸が不安になってきた。なんだ？後ろに敵か？炎が出てたから、あの爆弾投げてくるやつかな。なかった。どう見たってグレネードランチャーです。今は相手にしないでおこう。お、これは、待ちに待ったショットガン。ついにショットガンに出会えた。そして奇襲してきますと言わんばかりの演出。面白い。ショットガンの試し撃ちにはちょうどいい。やったたく、うんじゃっ、素晴らしい。近場でならすごい働きをしてくれそうだ。いろいろタイミングを気をつけなくては。しかしそれでもこの威力はそれをもカバーしてくれる。威力を拾った。これで終わりか。さて、じゃあハギ取りをして先へ行こう。そろそろテレキネステに入るかな。こっちにも道があるのか？さっきのとこからも行けそうだったけど。具合されてる。こっちには行かなくてもいいかな？行くとしても音にしておこう。タレットが一気だけみたいだけど、ドアが開かないみたいだし、遠くから壊すのには弾も結構使いそうだし、やっぱり後でかな。ライフステーションか。まだ16ドル使ってまで回復しなくていいかな。タバコ吸ったら体力ピンチになった。こんなタバコ絶対発禁になるだろうな。一箱吸えば絶対死ぬだろう。生まれつき強い人もいれば、そうでない人もいるかということ。賢さや愚かさもそう。
あんなに人を殺しておいて、ドイツ人が便利なだけの研究なんかに興味を持つなんて思える。この前からダイアリー聞かないのって聞かれてたので聞いてみましたが、音が小さい気がします。しかし設定音量はこれで最大なのでどうにもなりません。ちなみに今まで聞かなかった理由はクリア後の特典メニュー的なもので見るものだと思ってたからです。金庫ガール、ハッキングできるみたいですね。やってみるかな。あやや、ミスった。また危なかったがなんとかなった。イグはもう持てないみたいだね。やっぱりもっと使ってもいいのかな。じゃあさっきダイアリー聞いてる時にこの部屋の横に空間は見つけたのでそっちに行きます。ここは歯科医院みたいだけど、ここも九段のスタインマンとかいうやつがやってるのかな。どんなやつかわからないけど、ここの内装歯科医院ってより解剖とかしてそう。歯科医院だとしてもめっちゃ痛そうだな。あれはボールランチャーってやつらしいです。いわゆるバッティングマシーンだと思います。臨床実験、ロット23。私はスーチョン。クライアントはフォンテイン未来技術者。テレキネシスプラスミドに関する実験。まず、物体の空間移動は問題なし。銃弾を止めることまではできないが、速い速度で動く物体をキャッチして投げることはできた。問題はプラスミドではなく反応時間にあるようだ。ここで新しいアイディアを思いついた。いや、新しいアイディアってなんだよ。そしてついにテレキネスゲット。プラスミドは今2個までしか持てないみたいですね。電撃とインフェルのどっちを拾うかな。とりあえず今回はインフェルノを置いていこうかな。電撃の方が厄介なロボットとかのために重要そうだし。敵に投げつけましょう。グレネードもキャッチして持ち主に返却を。前も思ったけど、ここの鬼文句みたいなやつ危険すぎないか。プラスミドはみんな戦闘目的で作られてるのかよ。なかなか面白いなこれ。あ、敵だ。このボールぶつけてみるかな。全然効かなかった。なんでミスボールでこんなもんか。それじゃスタートした場所まで戻ります。じゃあ時間つぶしにショットガンのイメージを軽く話していきます。まずショットガンは巨乳のお姉さんキャラ。これは譲れない。外国人って感じではなく日本人的な巨乳だと思います。そして少し癖のあるキャラでしょうか。しかし巨乳は譲らない。威力とおっぱいは比例する。まあそうなるとマシンガンは貧乳キャラになりますね。まあそれもいいです。うめき声が聞こえるな。敵か。あれはグレネード投げてくるやつか。できれば相手はしたくないな。顔はしなくていいかな。追ってこないならそのままにしておこう。来ないようなので今回は終わりにしておこうと思います。次回はこの前の爆弾投げるやつのとこに行って投げ返していきます。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。どうも皆
皆さんこんにちは、ゆっくりです。もしがあったり風邪をひいたりしてウプが滞ってました。それで実況を始めてきます。犯罪行為です。リトルシスターに近づかないようにしてください。あそこにいるやつが爆弾を投げてくるので、それを全開手に入れたテレキネスで何とかしてみます。あれ、すぐ投げてくると思ったけど気づいてないのかな。姿も見えないし、さっさと出てこいよ。来た来た、早速やっていこう。ああ、ちょっと上すぎたか。どのくらいの勢いで飛んでいくかまだよくわかってないな。ジャストミート、結構まっすぐ飛ぶのか。あれ、二人目出てきた。一人じゃないのかよ。でもなったかな。泣いてでは死体の残る死に方しろよ。なんだ貴様は。まだいんのかよ。もしかしてこれただ単に倒すだけじゃダメなのかな。まあこの倒し方楽しいからいいかな。少し遊んでいこう。でもいくらテレキネスは燃費がいいからって使いすぎは良くない。何か仕掛けでもあるのかな。そういえばこの前は爆発でなんか崩れてたな。あれにもっかい爆弾ぶつけたらいいのかな。あ、ちなみにこの前一連の話してましたが、エチレンにはアルコールのような匂いがあるそうなので、指揮予備キャラ、これが大枠です。それに可燃性もあるので、お酒に強い熱血女教師。なぜ教師かは、果物を早く熟成させることから育てるということを関連付けました。私は医者だぞ。医者は爆弾を投げません。投げるのはサジだけです。とりあえずこの前壊れたとこにぶつけてみよう。あ、目標に書いてあった。見てなかったよ。まあいいか、少しショップ見て進めていこう。ショットガンの弾があれば買っていきたかったけど、ないのでマシンガンの弾買っていこうかな。それじゃさっきのとこに行こうか。このグレネード箱いつもからだな。手榴弾くらい入ってても良さそうなのに。あ、あとこの前ライフステーションハックしないのって聞かれましたが、どのライフステーションも使っても1、2回だと思ったので、危険を犯してまでやらなくていいと思いやりませんでした。今日私は女神と昼食を共にした。彼女はこう言った。スパインは今日はあなたを平凡という名の圧迫感から解放してあげるために来た。あなたに見せたいのは美しさの新しい定義よ。それは一体どういう意味だと私は聞いた。シンメトリーよスタインマン、シンメトリーをどうにかすべき時に来ているの。うん、ログなんのことかさっぱりわからん。シンメトリー、左右対称ですか。違うんだ、彼は全てを破壊する。てか手頃なもの掴んでみたけど、これ死者への冒涜の最大ものを見た気がする。あ、でもでかいだけあって、威力はなかなかだ。とりあえず念仏でも唱えておこう。南無阿弥陀仏。来たれてる、タレットがあるのか。じゃあ、遮蔽物に隠れながら接近するかな。こういう場所にタレット設置するとは、なかなかいいセンスだ。なんか今青いボトルみたいなものがあったけど、それはタレット止めた後だな。間違って2回使っちゃった。よしよし、できればロボットが欲しかったけど、近くに仲間みたいのがいるといいな。ここにも油か、でもインフェルノ持ってないもんな。コンバットトニックか。静電気放電、冬場になるやつのすごい番かな。ホルスターの銃無効としてバチってなったらやだな。
コンバットトニックは敵にダメージ与えたり受けるダメージを軽減するらしいです。このトニックはダメージを与えると周囲に放電するらしいですね。接近戦で重宝しそうだ。じゃあ落ちてるアイテムも拾ったし先に進むかな。今カメラと目が合った。できればカメラには近づきたくない。向こうに誰かいるな。あれがスタインマンかな。ラブロディーテよ、これは私の言うことを聞かんではないか。せっかく美しくしたいと思ってもおかしなことにしかならないじゃないか。こいつは太すぎる。こいつは背が高すぎる。こいつはバランスが悪い。そして今度はなんだ、女神よ、侵入者だな。醜いやつめ、醜い醜い。なるほど、明らかに狂ってやがる。殺すしかないか。ここはやっぱり正統派的殲滅法、ショットガンゴリ押しで攻めよう。そしてセーブもしておこう。ウォーレックゴリ押し、ここにも床に油があるな。やっぱりインペルも残した方が良かったかな。まあ今さら悔やんでも遅い。あとレンジ使えて攻めもありましたが、V10 を使ってしまい忘れてました。最初の頃に妹系と割り振っておきながら全然使ってなかったね。ライフステーションは敵も使うそうなので壊しておきます。使われると厄介だからね。ひどい相方だな。あと半分くらいか。一気に攻めていこう。今静電気出たみたいだね。なるほど、こんな感じか。どうやら奴は外のライフステーションを使うようですね。そうはさせん。使う前に殺して差し上げます。すごいギリギリだったがなんとか勝利。大丈夫か？あの異常なろくでなしも潮時だったってわけだな。必ずスタインマンが持っている鍵を探して非常通路に戻るんだ。私はポートネプチューンの裏側に向かっている。すぐにつけるさ。新しい目標か。じゃあ早速そこに行こう。声が聞こける。敵襲来ですかね。ここにはタレットもあり、どっか戻ってここで倒し切ろうかな。うん、2人もここで振り抜けてしまった。タレットもっと働け。まだ一人いるみたいだね。横の部屋に入ったのかな。カメラがあるから下手に入れないな。目をつけてるの？ああ、タレットに正面から挑むお前がどこに目をつけてんだよ。といったわけで全て殲滅完了。ここではライフステーションを使って体力を回復していこう。さて今回はここまでとしておこう。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。次回も見てくれると嬉しいです。それでは次回まで、ゆっくり待っててね。皆さんこんにちは、ゆっくりです。さて今回は実況を始める前に謝ることがあります。今回の動画は撮り直したものです。しかもセーブデータをあまり作ってなかったので、ある程度進んだやつで順路戻っただけというお粗末なものです。ムービーとかもあったのにすみません。順路ごとにあったことを話ししながら進んでいきたいと思います。それじゃ皆さん今回も、ゆっくりしていってね。じゃあこの前スタインマンとかいう危ない医者倒して手に入れた鍵を使いに行きます。なのでこの道を戻ろうとすると。なんか通れなくなってました。なので回り道をしていくことになります。ここに不明なアイテムって出てるんですが、一体何なんでしょうか。ボタン押しても反応しないし、テレキネス使っても近くの死体が取れるだけ、どういうことなのか。あと今通った水たまりに水に浮かないものを置くとどこかに消えていきます。車椅子とかボンベとかがその対象です。さてここでムービーが入りました。
初回で私を天使だとか言っていた幼女についてのお話がありました。正直結構前のことなのでよく覚えてないんですけど、なんか変なおばさんが出てきて、幼女助けろって言われました。あの幼女ことリトルシスターはアダムという超能力に欠かせないものを持っているらしいのですが、リトルシスターはアダムを集めているのですが、それをやめさせるのに作詞か救済を選べます。作詞はたくさんアダムが取れるけど幼女が死にます。救済は取れるアダムは少ないけど幼女を助けれます。おばさんは幼女救済派で、救済派で行くならプレゼントくれるらしいです。今まで案内とかしてくれてた無線の男は搾取しろって言ってました。このギャザーガーデンで集めたアダムが使えます。アダムは超能力用のお金みたいなものです。ここにも一人いたんですがそれはとりあえず救済しときました。搾取はなんかグロそうなので。さて、ここからは敵も出てきます。具体的に言うとビッグダディが、幼女のそばには必ずと言っていいほどビッグダディがいてダディを倒さないと救済も搾取もできません。なので今からビッグダディを倒しに行きます。アダムを取らないとゲームを進めにくくなるので、積極的に取っていきます。ここからでも見えるね。敵対してない時は目が黄色いです。敵対すると目が赤くなります。オウム的な感じで。ぶつけてみました。ここなら一撃でしょうがさすがパパは強いな。ここからはショットガンで応戦していきます。なんか燃えてるとパパが余計に強そうだな。今の状態だとパパの攻撃3回で多分死にます。死ぬか厄介なのでレーションは惜しまず使います。ショットガンあるからこそって戦い方だな。こんなんじゃ身が持たない。パパこんなノリなのに意外と早いからこまな。もっと上手い倒し方見つけないとね。なんとかやれたか。こんな感じで選択できます。ここでも救済を選びます。おばさんからのプレゼントがどんなものかで今後の方針が変わるかもしれませんが基本的に救済で行くつもりです。ありがとう。ありがとう。どういたしまして、生きて家に帰りなよ。家族が健在かわからないけどね。ではここでこの前のスタインマンと戦ったとこに戻ります。レーションを取るためです。道を戻るだけなので無駄話でもしようかな。最近マグかデッドライジング2のどっちかを買おうと考えてます。マグはベータ版の頃やってて面白かったし、デッドライジングはなんとなく面白そうなのでやってみたいです。でもマグは完全にオンラインのみなので過疎になって成り立たなくなったりとかが心配ですね。ベータ版の頃はレイブンでやってました。デッドライジングは暇つぶしとかに向いてそうなゲームなのでやってみたいです。バイオとかと違ったゾンビとの戦いをやってみたいな。デッドライジングは Wii 版をヤフーで知ったけど私は Wii 持ってないので諦めてましたが、2がプレステと箱丸だったので買いたいと思ってました。どっちか買ったらまたお話しするかもしれません。さてと、そろそろ病院ですね。ここの監視カメラも壊しました。ここには玉やお金がありましたが、残りがないか一応確認しておきます。なかったです。回復マシーンを壊して少しレーションもらってきます。これからも使いそうなところは残して使わないと思ったら壊していきます。旗から見たら強盗だな。まあ非常事態だから泥棒とか言われたりしないですよね。これで命からがら生還した後パクられるとかひどすぎるオチだな。まあ RPG の勇者に比べればぬるいもんだよね。いきなり家に来た人がタンス漁ったり樽割ったりしてったら普通怒るだろうな。でもパーティーに山賊的な人がいたら下手に逆らえないかな。山賊じゃなくても家焼かれたり凍らせられたりしそうだ。戦時中に金属とか持ってかれたりとこしたって話も聞いたことあるな。お寺の金で武器作ったりとか、この上なく不謹慎だ。じゃあ取るもの取ったし、行くべきとこに行くかな。鍵がかかってて行けなかったとこをスタインマンの鍵で行けるようになったのでそこへ行きます。結構戻らないといけないね。ちょっとカット入れるかな。
はい、ここまで戻りました。セキュリティボットと一緒に戦ってた頃ですね。最後に来たのはて敵か、いないと思ってたのに。うん、しばらくぶりなせいか、すっごい無駄玉打ってたな。少し練習しておかなければ。ここにある装置を操作して下にある扉を開けました。あれを開けるためだけにスタインマン倒したんです。物理的破壊でいけなかったのかと今更ながら思ったりします。あの先にエレベーターみたいな潜水ポットがあるので、それで他の階に行きます。それではネプチューンカウンティへ、レッツゴー。ここか、なんかジメジメしてそうだな。アンドリュー・ライアンの会社の印象はどうだ。奴がここを作り上げ、死ぬまでここを動かすんだろう。奴は気が狂ってしまったのかもしれないし、権力が仇となってしまったのかもしれない。もしかすると、ただ単に人間が嫌になったのかもしれないな。どっちにしたって、いい連中は死んでしまった。僕の家族はフォンテイン水産に隠された潜水艦の中にいる。そこで落ち合おう。来て最初に見たのは、死体だった。貼り付けの。まともな奴がいないのは来てすぐわかったよ。弾が置いてあるな。マシンガンの弾とショットガンの弾か、どっちも使いやすいから嬉しい。ロッツ紹介か、何が入ってるかみたいが見れない。これは映画のフィルムかな？この階には映画館でもあるのかな？なんか珍しい死体があるな。ここの人じゃなくて部外者みたいな格好だ。13ドル、いただきました。下には何もないか、ダイアリーとかあると思ったのに。ちょっと弾の補充をしておこうかな。パパとの戦いは消耗がでかい。ショットガンの弾を買いました。これは遺伝子バンク。ここで今まで手に入れた超能力のうちどれを装備するか選べます。アダムで装備できる能力の数が増やせるらしいです。言い忘れてましたが、防御力が上がるコンバットトニックを前買いました。さっき見たギャザーガーデンで買いました。さて今回はこのくらいにしておこうかな。私のミスでそれなりに大事そうなムービーが見れなくなりすみませんでした。こんなことがもうないようにしたいです。それでは皆さん、見てくれてありがとうございました。次回までゆっくり待っててね。